いや、案外面白かったな。うん。いや、ちょっとね、冒頭は、冒頭は本当、うん、なんか、僕もちょっと、あんま話についていけなかったです。うん、そうか。まあ、なんかね、うん、まあね、そうだね。できるだけ、なんか事例というか、そういうのも話したつもりだったけど。うん、まあ、ちょっとなかなか口では難しいです、うん。まあ、でも本読まないと難しいかもね。概念的な話がすごい多いから。うん。だからの道具の進化の話は面白かったっすよ。あ、そうそうそう。ここね、 意外と後で聞いてきてね面白かったんですよね、うん、初めに読んどいてよかったなと思ったなんかあとそうさっきの中では読めなかったけどなんかなかなかそのなんだろうなあ,あ上野さんがもう一個ツイート、うん、僕好きなツイートがもう一個あってちょっと貼ってくださいえっとねすぐに出てくるかな多分その道具の進化にの話につながってるんですけど、うん、あこれこれ スコープを広く取るとは、機能を増やすことではなく、抽象度を高めることである。そうすることで、インテグリティを保ちながら、より多くの要求に適合できる。あ<ー>これがあの、さっきの進化の話のまあ別の言い換えなのかなとてて。まあ道具の抽象度を高めていくっていう話ですよね。そうそうそう。なんかこの感覚って、なんかこう説明しづらくないですか特に他の人。 あのデザイナーエンジニア以外の人たちに対してうんなんかね本の中でねわりと面白いわ、まあ、かりやすい例えをしていて、うん、まあこれどっちかっていうと手続き型とオブジェクト思考のに近い例えで出してたんだけど、うん、例えばリンゴを皮むくっていう道具を考えた時に、うん、こういうなんかリンゴを皮むく用の道具みたいな、うん、はい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 これって抽象度がすごい低いんだ、うん、わかるわかる まあでもさっき言ったさこのナイフみたいなさうんわうん、うん、かるわかるナイフっていうのはまあいろいろな使い方ができるよわかるわかるまあこれすごい抽象度の問題わかるなのかなっていうふうに思ったけどねこういうああですよねなんか例えばパイナップルを切りたくなった時にナイフだったらパイナップルでも使えるけどリンゴ皮むくきだとパイナップルは難しいから そう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 そなそう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 そとそう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 そグそう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  ストリングとかイントとかナンバーとか。はいはい、なんかその感覚、その感覚がなかなかこう、非開発者で説明しづらくて、うん、こうなぜ、この例えばユーザーから要求があったときに、それに応じる、単に応じるだけじゃダメなのかっていう部分。ああ、なるほどね。うん なんかこれが欲しいって言われて、じゃあその欲しいって言ってる機能を作るみたいな。一見するとその方が早く見えちゃうし、まあ多分その方が早いんですよ、その場だけを見ると。うん、コピー機能が欲しいって言われて、コピー機能を作るだけだと、こそ,うん、その方が早いんだけど、そうじゃないっていう部分。うん、まあだからさっきのやつ言うと、りんごの皮剥きたいんだけどって言われて、りんごの皮剥き作ったけど、またなんかパイナップルの皮剥きたいんだけどって言われたときに、またパイナップルの皮剥くそうそうそう。作んなきゃいけないみたいな。でもナイフだとなんかこう 全部使えるよみたいなただ一方でナイフだとナイフで皮をむくっていう技能を身につけなきゃいけないんじゃないですかっていう話になるじゃないですか、うん、<laughs> はいはいはい、うん、そこのじゃあ何で身につけないといけないのかっていう説明が結構このツイートの感覚が必要だなといううんそうだねうんそれってなんかまあユーザーに対してナイフを使って皮を剥,く剥かせるっていう技能をまあ身につけてもらわないといけないんだけどうん でもそれを、まあ、ある意味強いることによってユーザーにとっても道具にとってもこう可能性が広がるというかだからむしろナイフによってそれをやるんだったらナイフで皮を剥けるむきやすくするような何かこうあの方向性で改善した方がいいかもしれないし例えばより包丁の切れ味を良くするとかねうんまあそこのなんかバランスっていうのはありますよねうんなんか プリミティブに振りすそう、ね、そう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 なんですよ、ね。ブログなのかエディターなのかよく分かんない感じになっちゃうし。<laughs> そうそうなんか、なんかナイフ取っても、じゃあ石でいいのかっていうとそうじゃなくて、そこはなんていうか、ね、最新の、うん、なんたら号機にした方がいいかもしれないし。なるほどね。っていうなんか感覚をなんかうまく言語化されてて、すごいなって思いました、<laughs> これは。 いや多分これまあデ,デザイナーとかじゃて分かんないと思うけどこのツイート見てもああそうね何からまあ上野さん言語化力がすごいっすよねそうですね上野さんは言語化力すごいけど、うん、こうなんか難しい言葉で説明するので非常に難しい印象を取られがちですよねそうね, <laughs> そ,うねそうそう,そう分かってからああなるほどってなる <タ>イプ <laughs> いや本の中でもね結構ね難しく説明してることが多くてねあ<ー> <laughs> もうちょっと分かりやすく説明できたんじゃないかなっていう部分もねいっぱいある,ある,あるっていうか <laughs> いやなんか個人的には何か UI デザインをやるというのはこういうことなのかなと思ってたなんていうかあえて手法と言わなくてもいいレベルというか <laughs>。 まあでもまあこの本の中では割と GUI とはこれだっていうふうに GUI デザインはこれなんじゃないかなという感覚ですけど GUI っていうのは方法をオブジェクト指向 UI デザインのことを言っているっていうようなことを確か書いてあった気がするけどなうんなんか僕もなんかそのていうかなぜなら OS がもうその前提で作られてるからそうなのかなというまあオブジェクト OS がっていう話っていうよりはまあまあその環境自体が OS ですらそうしているそう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  だから、まあ、これにした方がいいよねっていうことの方が近いと思うけど。うん。だから、それが、まあ、ぜ全然別の媒体だったら、また別のね、考え方になるのかな、うん、まあ、でも、基本的にはそういうなんかソフトウェアのデザインを考える上では、まあ、かなり有効な手段なんじゃないですかね。そうっすよね。まあ、今のところ、他になんかもっといいっていうアイデアはないので。うん。まあ、でも、その、なんだろう。 人と道具みたいなそういうところから進化してる進化っていうか考えてるわけだから、うん、まあかなり原始的な部分から考えてるっていう意味ではまあ、まあ、ほぼほぼこれなんじゃないのっていう、うん、あるとしても、まあ、ここから進化していくとかっていうのはあるかもしれないけどまあ基本的には大体こういう考え方に収束していくんじゃないかなとは思うけどね。こういう愛じゃない例を見つけるのが結構大変かなって <laughs> 最近思いますけどね。<laughs> まあでも 基本的にはタスク UI であんまでもないか,なんかたまにあるとは思うんだけどだからやっぱそのモーダルモーダルじゃないモーダルモードレスモーダルな例の方が見つけやすいかなっていう気はするんなんか印象完全に印象としてうんそんなんていうんだろうなやっぱり業務系のやつとかああうんうん分かりますよ 行政検閲っていうのは何かこうタスクベースな感じがすごくすることが多いうん,、うん、<laughs> なんかココアはすごいなんかああやっぱそうなるんだと思いましたもん <laughs> <な>んか <laughs> うん,なんかなんかねど,どこかなこれ確かこの本に書いてあったんだけどそのなんでそうなるのかっていう理由も確か書いてあってうんああそのやっぱりなんだろう、うん もともとがそういう流れで作っていたものだから、それをソフトウェアになんかそのまま置き換えようとして、やっぱりタスクベースになってしまいがち、その業務系ってやっぱりなんか、うん、その人がやることっていうのが、なんかこう、役割分担とかされていて、うん、なんか、んかこう、これやってこれやってこれやるみたいな、そういう流れが決まっていたりするから、うん、それをそのままソフトウェアに落とし込もうとすると、なんかもうタスクベースになってしまうっていうか。うん だけどなんか本当はそれじゃ、まあ、ソフトウェア上だったらそれはいまいちだよねっていう部分を変えようとするっていうのが今のデジタルトランスフォーメーションの話なんだっていうようなことを確か書いてあった気がするなはいはい、はい、うんそれはなんとなくわかるななんかあの水産をスタートアップ手伝ってるっていう話にもそうなんですけど、うん、あとやっぱ何、うん、だろう、ね そ,のまあそもそもその今言った業界慣習的にその手続き型でやってきているからっていうのもあるしあとそれをデジタルに落とす時にこうさっきのじゃ例えば名刺,の名刺を抽出するとか話で多分まあその既存の業務フローとかめちゃくちゃ深く理解しないとできないと思うんですけどその理解 求められる理解度が、やっぱ例えば水産とかだとすげえ入り組んでて、複雑だとか、うん、身近か、身近、全く身近ではないとか、なんかそういう理由から、うん、心が折れやすくなるのかなっていうのは思いますね。<laughs> で、その結果、こう、安易な手続き型、UI に落ち着いちゃったりとか、うん。かよりデザイナーの、なんかこう、ちゃんとその、向き合う力というか、 外質求められるかなっていう気がしますねそうね <laughs> うんなんかちょうどいいあんばいだった気がする <laughs> いやでももうほんはね途中でもうちょっと巻いて終わらそうかなって思ったところもあったんだけどまあいっかと思って結局1時間になっちゃったんだけど他にもね一応ねなんかコレクションビューとシングルビューっていう話とかあったですかそれなんかね基本的に まあ確かにそうだなって後から気づいたんだけど、基本的にそのオブジェクト思考 UI だと、コレクションビューとシングルビュー、どちらかにしかならないんだよね。基本的にね。まあもちろん例外はあると思うけど。要はだからオブジェクトがあるから、オブジェクトを一覧で見せるか、詳細で見せるか、どちらかしかほぼほぼないっていう。確かにね。その、パターン、レイアウトパターンはいっぱいあるんだけどね。そのマップ上に見せるとかさ、カレンダー上に見せるとか。 レイアウトパターンはいっぱいあるんだけど、大体もう、なんかコレクションビューとシングルビューになるっていう、それは確かに、なと思ってっ、ね、面白いなと思ったね。レイルスで言うインデックトーしかないってことですよ、ね。あそう,そう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 、そんな感じですよね。うんで、それに、まあ、なんか投稿画面とかそういうのがついてく感じですよね、うん、ポストと。そうそう,そう確かに。ていうか、むしろそれ以外あるそれ以外あるのうーん。 まあ例外として、ビュー、ビューというか画面のパターンとしてはあると思うけどね。なかなか僕結構、その、レイルスってやっぱすごいなって思うんですよ、その点。<laughs> なん、なんていうか。<laughs> うん、レイルスってインデックス、ショー、クリエイト、えー、アップデート、うん、要は、一覧と、詳細とあ、作成と、 編集って4つが何ていうかあのコントローラーのデフォルトの名前である,あるじゃないですかそ、ね、なんかでそれを逸脱するやつを追加せようとするとルーツ、うん、あのパスあの追加する画面になんか特別な記述しなきゃいけなかったりするじゃないですか、うん、はいうんいやなんかそれがすごいなと思って いやそ,のいそこを逸脱するってことは多分デザイン上もちょっと逸脱してるってことになるからう,うんうんやっぱ DHH はすごいなって思いますねなるほどねうんっていうか37シグナルスがすごいうんうん、まあ、きちんとオブジェクト思考の考え方にのっとって作ってるっていうそ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 う、まあ、他にもなんかタスクは タスクってじゃあどういうものなのかっていうところを話してるところで、なんかタスクっていうのは常に変容しちゃうものなんだよ的な話をしていて、例えばなんか増え,増えたりするんですよね。なんかいろいろな使い方をしちゃったりとか、変わったりするんですよね。なんかこうアプリケーションの特性に合わせて、なんか途中でなんか使い方をん、んこれ違う。どっちかっていうとあれか。 タスクが変わるっていうのは、これやろうと思ってたけど、ああ、これやんなきゃっていうふうになんか変えてしまうとか、そのユーザーが。本当はなんか、りんご切ろうと思ったけど、あまあその前に皮むこうみたいな、<laughs> そういうことですね。あとなんか、やり終えないと厳密に定義ないこ。これもなんか変わるっていうのと一緒なんだけど、だいたい。途中でユーザーの気が変わっちゃうから、やり終わらないと、それが何のタスクだったのかっていうのは定義できないんだよね。 だからこうそれをなんか頑張ってタスクを定義してなんか寄ろうとしちゃうとなんかこうひたすら手続きを増やすみたいなことになってしまいがちっていう話を確かしてたかな。う